今日はこのスルメですよ。スルメ。ついに現れましたか。あっ、これしかないか。果たして助けになるか。行きますか。瀬戸さん、隠しててごめんなさい。私は妖怪たちを倒す陰陽師なんです。瀬戸さんも？ここに私のような輩がやってきませんでしたか。来ました。隙間男にやられちゃいました。そうですか。あっ、あれほど油断するなといつも言っているのに。賭けだな。最後の復活豆です。大丈夫ですか？師匠、何やってるんですか？あなたがしっかりしないからこんなことになるんです。刀と復活豆は噛まれた部屋に。取りに行きましょう。はい。危ない。師匠、しっかりしなさい。私にはもう復活豆がありません。あなたが何とかするんです。師匠、刀は私のを使うんです。先に私を封印しなさい。師匠、すぐにあの部屋に行きましょう。あの部屋は狭すぎて刀が触れないんだ。どうする？どうする？